終わった終わった。本当に12本やるとはで。え、なんで？評判が良かったので13週目の枠もいただけるそうですよ。じゃあ各話について軽く。時間足りるんですか？プロの声優さんやからいけるで。そうですね、門脇さんと実力派声優の高杉さんが。高杉さんが、いや、ちょっと突発謎アニメ。このロボは誰だったんですかね。一体何プレックスさんなのか。いつもの変達。犬は想像しやすくて笑ってしまいますね。やたらお客さんに気に入ってもらってたような。なんでエジプトだったんですか。これもまあ珍しい体験やわな。タツキって人が他にもいるんだと。巨人の足元で。ほんまやで、仲間仲間。僕はこういうふてぶてしいやつが好みですね。あとでかいやつがええよな。なんとオープニングが。勢揃いが好きですね。ガリもジャッカリ。完全に遊ばれてましたね。だんだんデカなってきてんね。ドスドス。本当に面白かったです。ほんまに？リアルタイムでこれ聞かせてきますからね。スノーは想像してなかったですね。あいつ属性盛りすぎやで。また一言。そうですね、見てみたいものを。こう配布病。次回作と関係あるんですか。知らんな。ブルーレイも出たりしますかね。どうやろうな。ではまた次回作で。